こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけた三種油酒ですが、つけてから1年の歳月が過ぎ去りましたので、今日は第4回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。1ヶ月目はピンク色、3ヶ月目は茜色と色調の変化が楽しめましたが、6ヶ月目はベージュに変わり、そして今は茶色になりました。やはり果実酒は茶色に向かっていくことが多いです。では継いでいきます。告げました。では飲んでいきます。やはりリンゴっぽい渋みの強さは前と変わらない。結論が出ました。こちらの1年目の三種油酒、評定は 3.6 ポイントです。1年目の三種油酒、以前と変わらず飲むと最初にリンゴっぽい味を感じます。と言っても、そのリンゴ味は本物のリンゴに比べると浅いものです。具体的には本物のリンゴを食べるときにはリンゴの香りの他に洋梨や桃など他のバラ科果物と共通のフルーティーな果糖の旨味が入っていたり、種に含まれたアミグダリンから発せられる杏仁豆腐を思わせる高貴にしてクリーミーな方向を同時に味わうことができるけど、三種油酒からはそういった重厚感が感じられない。リンゴの周りに漂う一番表面的なリンゴ香を液状化させたような浅い味わいなのです。まあ、しかしリンゴ香はリンゴ香なので、もちろん悪い味ではありません。酸味もなかなかに効いている。そして3ヶ月目から6ヶ月目にかけて急に渋みが強くなったので、今回も心配していましたが、渋みの濃度は6ヶ月目と同じくらいだと思います。6ヶ月目の時点で頭打ちになっていたようです。でもその渋みの濃度は結構飲みづらいもので、一口飲むごとに 2,3 秒は渋みが持続してしまう、ギリギリ許容範囲という濃度です。6ヶ月目と同じ味を保ったことによって時間経過の恩恵が受けられて、以前よりアルコールやグラニュー糖がこなれてまろやかになったかと思いますが、渋みの強さが結構鼻につきますので、評価は据え置きということになりました。3ヶ月目の時は程よく後味を引き締めてくれる渋みでありましたので、三種油の場合は3ヶ月目の時点で果物を取り出すのが良いと思います。ただまあ、あえて身も蓋もない言い方をすれば、リンゴ酒の介護感ですね。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。